皆さんこんにちは。最強前線17代目代表ひょっこりはんこと宇治原千尋です。私は代表になったのは約1年前の12月9日で、1年といってもしっかり1年あったわけでもなくて、最強史上最短の代だったと思います。だけどその中にはとってもとっても濃い思い出がたくさんありました。私たちが1回戦になった時はよさこい会は瀕死状態で、祭りに出れることもできず、コロナを何度も恨んだこともあります。そんなずっと祭りに出れない日々が続いてこのサークルをやる意味があるのかなって思った時もありました。だけど夏に1回戦の夏に京都学生祭典に向けて先輩16期の先輩方に必死でついてって、しんどい時も辛い時も一緒に頑張ってくれる先輩がいるからっていう気持ちで頑張り続けた先に見えたあの大正の景色は本当に最高でした。初めてのお祭りであの景色を見せていただいて、本当に先輩の方々には感謝しています。そして今度はその景色を自分たちで見たいと思い、桜よさこいでは引退代替わりをしてすぐの何もわからない状態だけど、無我夢中で走り切って、その先には大正というまたも素晴らしい平安神宮でのあの景色が見れてとっても嬉しかったです。そして季節は春になって18期に出会いました。18期は本当に明るくて、よさこいなんて何も知らない状態でなんか楽しそうっていうので新刊に来てくれた子たちばっかりだったけど、いっぱい話していくうちにどんどん最強の沼にはまっていってくれて、最強を大好きになってくれて本当に嬉しかったです。そんなあなたたちにこの自分たちで作ったヒーローという演舞を披露できたあの18期お披露目の日は私は本当に最高でした。それまではどうしても自分たちの大の演舞に自信が持てない時もあって、どう評価されるのかなって怖いこともあったんですけど、18期はあのヒーローを見てくれた18期たちは最高に感動しましたって、もう純粋無垢な顔で言ってくれたあの日の景色を一生覚えてます。そんな18期たちと一緒にこの夏を駆け抜けて、時には辛いこともあったけど、みんなで支え合って頑張ってこれました。私たちが過ごした夏は去年とはまた違って、少しずつお祭りにもたくさん出れるようになりました。しかしそこにはやはりまだコロナという敵もいて、どうしようもないやるせなさや、なんでこんなことになってしまうんだろうっていう絶望感を感じたこともありました。だけどそんな絶望感に埋もれている私を救ってくれたのは17代目のみんなです。みんながお披露目ができなくなって、みんなにとって初めてのヒーローのお披露目になるはずだった祭りがなくなってしまっても、次に向けて頑張ろうってすぐ前を向いて頑張っていけた18期たちが本当に頼もしかったし、17期がいたから一緒に再スタートを切ろうって思いました。そして18期とともに
ヒーロー初お披露目することができて、また京都学生祭典という私たちの本気で挑む祭りがやってきました。どうしてももう一回あの素晴らしい大賞の景色が見たくて、必死で頑張って、18期には辛い思いもたくさんさせたかもしれない、17期もたくさん悩んだと思う。だけど私のこのもう一度平安神宮であの最高の景色を見たいという目標に、私はあの最高の景色を見たいという気持ちについてきてくれて本当にありがとうございました。結果としては望むものじゃなかったかもしれないけど、それでも私はあの日が最高に幸せな日でした。ヒーローが私にとって最高の演舞だし、17代目が私の誇りです。私はいつまでも最強年生が大好きなんだろうなって思いました。そして今日の18期改正隊列を見て、この子たちならこれからの最強前線の未来も明るいなと、とても気持ちが楽になりました。私の大好きな最強をそうやって引き継いでくれて本当にありがとうございます。17期は人数も少ない代だったけど、そんな中でも一人一人が必死で頑張ってくれて、人一人分とは思えないぐらいの力で最強に尽くしてくれて、そしてそれでも賄いきれないところがあっても先輩たちがたくさんサポートしてくれて、私はこの環境で約1年半最強前線17期として生活してくることができて本当に嬉しかったです。引退してからの生活を想像することが本当にできないんですが、今が最高、その気持ちを忘れずに今を駆け抜けていこうと思います。私がここまで頑張れたのは17代目全員のおかげです。そして何よりも17期のおかげです。そんな大好きな17期と踊る最後のヒーローぜひご覧ください。よろしくお願いします。
改めまして、こんにちは。最強前線17期です。この演舞をもちまして、我々17期は引退します。先輩方と踊る楽しさ、仲間との絆を教えていただいた1年、18期と共に駆け抜けた1年、そううまくはいかないことを思い知らされた1年でもありました。でも、どれほど悔しくても、報われなくても、ここまでやってこれたのは、共に頑張ってきた仲間がいたから、支えてくれる先輩方がいたから、家族がいたから、ついてきてくれる18期のみんながいたから、そんな全ての皆様へ最大限の感謝を込めて全身全霊演舞いたします。そしてもう一人、もともとこのステージに立つ予定でしたが、それが叶わなかったメンバーがいます。先ほどの挨拶もその子から託されたものです。みんながいてこその17期、みんながいるから頑張れる、そんな代が僕たち17期だと思っています。すべてのメンバーの思いを乗せて引退演舞を披露いたします。最良は最良、勇ましい声とともに鞍馬の里が火の粉に包まれ、美しく勇壮な最後の火祭り、それではよろしくお願いします。強いし湧こう光望みて臨天に舞え。
2年間の感謝と全ての思いを込めてありがとうございました。届いてこの拍手がいただけたのが本当に幸せです。